これ新武器狙撃銃バルですね。 VAL はい、というわけで先に武器見るか。武器を見ましょう。一応アサルトに9号式と、あとは狙撃銃に VAL バルですねが追加されてるはずなんですが、ないな。9号式見ますか。ダメージが43か。 M4 より2高いですね。で反動も10とで、スキンが変えれる。はいはいはい。あー、これつけれるんだ。ラストか。ラストつけたら 8.0 やば。これ補正器つけたら 6.5。 え、これスカーいらないじゃん。じゃあ 7.5。 これ完全上位互換ですね。とりあえずやっていきますか。とりあえず9号式。いやでも物資くせー。どっちかは多分物資でしょうね。やばい、やめて、ごめん。あった、あった、待って。でも先にこれ9号式早っ。いた。音斬新だな。やばい。あと一発か。オッケー。はい、とりあえず一旦性能を確かめましょう。まあ基本的にはカタログスペック、スカート一緒ですね。ちょっと打ってみますか。うん、なるほど、サープいらないな。音かっこいいね、なんか。うんうんうん、まあ反動は普通の状態だとこんなもんか。危な、どこだよ。いいね、あれか。強えかもこれ。強えな。これ。なるほど。あ、これ強い。絶対つけた方がいいわ、戦術把握。ラス。来た来た来た。ラスつけると。ブレねえ男だな、これ。やべ、これ死ぬか。やめてー。諦めずに行こう。さあ、とりあえず、あとはバルだな。バルがあればいい。なんだこのマーク。車のマークか。画面に車のマーク出るようになってんね。ちょっと待って。ボケ。頼め、バル来い。バル、ギリかい。まあ嬉しいけど違うんだよな今は。出た、車のマーク。あー、やばい、あぶねー。車のマーク便利だね。車のマーク、待って待って待って、これ。パンクしたろ。追いかけよう。どこだどこだどこだ。
じゃあな。なんだね、待って、捨てたんじゃない、待って、ごめん、待って、捨てたんだよね、あれ、待って、やばいやばい、死ぬわ、これ車のマーク、何この車のマーク、車のマーク、待って、ちょっと待って、うわ、あー、たくましく行こう、さあバル、これ多分バル物資だな、出てこい、なんか早い、降りんのかい、寄るか、いや怪しいよな、オーケー、あった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 、これ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 ね、サプレッサーと4倍が元からついてるみたいな話だったはず、これだね、アタッチメントはつけれないのか、いた、着弾点なんかおかしくない、当たんねー、はい、というわけでちょっと性能見てみますか、まあ、かなりブレないかな、連射したらまあ4倍で連射して、これなら SVD とかよりは反動は低そうですね、いた、アサルトじゃなくて、3発4発かな、四角っぽいね。SVD よりちょっとダメージ低そうだな、これ。50ぐらいか？あ？たまねー。やってんな、あれ。あー、待って待って、セダン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 、これ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 、新しいやつ。めっちゃ近未来でも、いや、乗りたいけど。ま、乗りたいけどな、え、いないね、さすがに乗っちゃうか、かっけー、待ってこれ見て、めっちゃかっけー、ドライブだ、やばー、これ一番テンション上がったかも、近未来カーじゃん完全に、めっちゃかっけー、あれだね、プリウスだね、プリウスだよね、いた、止まるときまでかっけーな、オッケー、エリアやばい、エリアやば、何この音、あーごめんなさい、うわー、これなんだ、バグったか、うん、まあしゃあない、はい、というわけでとりあえず追加されるのはこの9号式とバルの2本ですね、9号式がアサルトライフルでバルがスナイパーで、バルなんですが一応物資ではなく普通にドロップするということなので、今回は2つともドロップで拾えるみたいです、だからこれもし9号式がスカーと同じぐらいドロップするってなった場合、スカーの価値結構下がるよね、単純にだからカーと M24 みたいにスカーの上位互換という形なんですかね、バルは逆にアタッチメントが拡張しか使えないっていうのがちょっと気になりましたね、はい、そんな感じでスマホ版のアップデート楽しみですね、それではまたお会いしましょう、じゃあね。